ほら、ほぼ。はい、皆さんおはようございます。起きてからね、まあ、小一時間ぐらいちょっと今経ってるんですけど、僕のね、体をコンディショニングしてくださる鶴見さん、鍼灸師の鶴見さんは、ちょっとね、用事ができたみたいで、時間変更になりました。16時半からとなりました。はい。じゃあ、飯食おう。はい、ということで、さっき外でちょろっと YouTube 撮ってたんですけど、そういえばね、まあ、昨日のお休みのタイミングでも言った通り、今日16時からまたね、あのゴミ袋の先輩とちょっとテレビ電話する予定あったんですけど、またすっかり忘れてました。また10分ぐらい遅れちゃってますね。また怒られるのかな。いつも遅れちゃうんだよな。また怒られるのかな。嫌だな。Good evening, Mr. Kichigai. Hello?ハローじゃねえよ。マジで。はい。このスケジュールについてなんか、相談してなかった?相談してます。事前に始める予定のさ、はい、工程ちゃんと想像してから、実施するって言ってなかった?言いました。言ってたよね。言いました。いや、悔しがんなよ。悔しくねえのに。はい、すいません。そうです。電話してんじゃないのよ、もう。もうそれ、もう。はい。ね、病気というか、その、なんていうか、病気っていうか、多分病気だと思うから、もういいよ、それ。いいですか?許してくれますか?許すとかじゃないから。はい。別に赤ちゃんが泣いてても、こっち切れないでしょ、はい、そうですね。それと同じですか?それと一緒。と、ま、いうことで、今日もですね、相談があったんですよ。反省してないな。なんで。相談なんですけど、ペットを飼いたいんですけど、なかなか踏み出せないんです。いや、いいや、もう。はい。飼えよ。飼えすぐ、今行って。ああ、帰ろう。犬とか。はい。いや、なかなか踏み出せないんですよ。まあ、その理由がですね、トイレするじゃないですか。そこら辺で。ペットね。ペットが。何を飼おうとしてんの、それ。まあ、猫か、犬か、かわいいなと思うんですけど。下のお世話発生してるよね、それはね。そうですね。それがめんどくさいんですよね。人間みたいに。じゃあ、飼わない方がいいわ。それがめんどくさいなら。家の中でされたら困らないですか?絶対動物飼っちゃいけないタイプだわ、それは。ああ、確かに。自分の、うん、で、あれでしょ、はい、なんか必要なタイミングで癒しが欲しいとかそんな感じでしょ、自分が癒して欲しい時だけペットに、あ、可愛いねって言って、癒されたいだけでしょ、かもしれないです。いや、じゃあクズじゃねえかよ。やばいなぁ。クズですか?いやー、クズいね。もう。クズっていうかもう、なんだろうなぁ。はい。ゴミだわ。ゴミですか?生き物でも、何でもないですね、もう。生き物だ、俺。うん。ゴミ、物ですね。物だよ、もう。犬か猫ね。はい。まあ、猫の方がいいんじゃない?だったら。猫好きですか?まあ、どっちかって言ったら猫好きなんだけど。ああ。犬よりは、あれじゃない?結構自立してんじゃないの?自分でうんこしたり、おしっこしたり。ああ、言われてみれば。散歩とか特にないじゃん。ないですね。今までハムスターとかちっちゃいのしか買ったことなくて、うん、もしくはザリガニとか。ザリガニ飼ってたって言ったよね。名前なんだっけ?ザリガニ号って言うんですよ。ザリガニと、まあ、ちょうど2匹目だったんで、ザリガニの2号、ザリガニ号っていうことで。もう一匹目に謝れよ、もう。こんないい名前つけられて。ザリが2号とかもう。一匹目ちなみに何ていう名前だったの?一匹目名前ないです。ザリガニ。名もなき動物飼ってたんだ。ザリガニです。はい、ただの。なるほどね。はい。哺乳類飼うの初め、あ、ハムスター飼ってたっすか。ハムスター飼ってたんですけど、ガンとかで死んじゃったんですよね。うん、あー、そりゃ、ご愁傷様だ。ごめんな、聞いて。ああ、いえ、そう、いえ、そうですね。気にしないでください。ニヤニヤしてんじゃねえよ、お前。ああ、そう。ペットのハムスターがガンで死んだ話してんのにニヤニヤしてんだよ。すいません。言いませんじゃねえよ。ハムスターに謝れよ。すいません、本当に反省します。ごめんなさい。名前何だったの、そのハムスター。一匹目がサスケで、うん、二匹目がミッキー。まあ、妹は考えたんです。他にしてね。妹考えたんですって。僕じゃないです、これは。なんか一緒に人生を歩むパートナーっていうよりも、なんかペットだとやっぱ思ってるよね。動物飼うにあたってね。そうですね。まあ。そうなんかい。
まあ僕じゃないんですけどね、決めたのは。ああ、そうなんだ。はい、妹が決めました。ああ、ええ、まあじゃあしょうがないね。しょうがないですよね。妹さんいい子だしね。そうですね、いい子です。僕と違って。うん、本当だよ。いや本当。時間も守るし。いや本当、気をつけます。また。急にせんべい食い始めるし。今日はないですけど、本当今後は、また相談乗ってもらえるように気をつけますんで。うん、いや本当だよ。はい。まあでも、こういう相談事はさ、なんか、俺も相談されて、自分の行動を顧みたら、はい、あ、なんかこういうところを気をつけなきゃいけないなとか、顧みることもできるしさ、はい、結構、相談事をいただくっていうのは、俺にとってもありがたいことだから、今後もよろしくなるよ、へ。じゃあ、最初からそんな演技すんじゃねえよ、クズが。また、去ってたら、中学校時代の動画が出てきました。この時はね、中学3年生の春かな ?178 センチの、85キロぐらいで、相手をね、払い越して吹っ飛ばしましたね。ご飯の準備整いました。ペンネ 250g、卵食べます。肉って気分じゃないな。ここにコーヒー牛乳です。美味しそう。おっす、ほら、ほん。はい、皆さんやっちゃいました。寝ちゃった。毎回なんだけどさ、鶴見さんの方にね、まあ、コンディショニングしてもらって、その後いつも寝ちゃうんだよね。で、鶴見さんが悪いって言ってるんじゃないんだけど、やっぱどうしても副交感神経っていうのが優位になっちゃって、眠くなるんだわ。いやー、でも、寝すぎたな、3時間は。やれること早くやんないと。じゃあ、無理っす。し、俺たちはいつでも、二人で一つだった地元じゃ負け知らず、そうだろう。スクイーズ、トゥーモア。ホップ、ステップ。おいや。腹減ったんで食います。はい、皆さんおはようございます。ゴミ袋です。どうですね、ハガセブンとちょっと話したんですけど、僕もちょっとルーティン動画、ハガセブンほど更新はできないかもしれないですけど、ちょっと撮影することになりまして、今日からちょっとですね、撮り始めることにしました。朝の5時とちょっととかなんですけど、今頃オスオーラホモとか言ってハガセブン寝てるなとかっていうのをちょっと想像するとめっちゃ腹立たしいんですけど、僕はこれから仕事に向かおうと思います。今わけあって東京から横須賀の方に、通っているので、これからですね、首都高を乗って横乗り継いで行く感じなんですけど、まあまあ交通費高いんですよね。首都5300円、横500ちょいで、ガソリン代も乗るんで往復、まあ5000弱ぐらいかかるんですよね。はい、ということで、お疲れ様でした。今日ね、今日、明日はね、ちょっと俺、決めてることが一つあって、ちょっと言っていいですか。朝の10時までに起きるってこと。で、朝の10時までに起きて、今日ね、ほとんど仕事進まなかったんで、ほとんどっていうか、全く進んでないんで、作業多くできたらなと。起きたらまず、梱包して、T シャツをね、で、送って、で、ブログ書きたいっす。はい、書きます。本当に何も進んでないから。なんで、早くね、起きれるように、さっき寝ちゃったから、多分早く起きれると思うから、今日は。なんで、3時間ぐらいで起きたいなと思います。じゃあみんな、期待してて、起きるから。絶対起きるから。じゃあおやすみ。はい、到着しました。だいたい1時間ぐらいですね。首都高、最高。溢れ出るマイナスイオン。え?ユーマじゃね?あれユーマじゃない?え?え?あれユーマ?え?え?あ、うわ、え?あ、めっちゃカメじゃん。今植木に使うロープの結び方の練習をしてます。リュウさん That's perfect。 まあ、これでもいいよ。おっす、ほら、はい、皆さんおはようございます。本当はね、10時に起きたんだけど、なんかすごい体に悪い感じがして、もうちょっと寝た方がいいんじゃないかなと思って、寝ちゃいました。ご飯準備整いました。200g のパスタだけど、ゆずなんちゃらっていうすごいおしゃれな
ルーをかけました。すごい柚子の香りがいいですね。で味噌汁、コーヒー、牛乳、めかぶ、胸肉ワンブロック食べます。はい、最初からリジュここ掴んでると落としてっちゃうからどこで片側をここ はい、ということで今日も T シャツの梱包やっていくんですけど、こんなねメッセージいただきました。奈良県の女性の方からです。ハガセブンさん、おはこんばんにちは。毎日動画投稿お疲れ様です。私はアラフィフの40代女子ですが、毎日ハガさんの動画楽しみにしています。最近切れ食い続きでダイエットがうまくいきません。泣き、どうか T シャツに切れ食い発動しないような魔法の言葉を書いてください。これからも動画投稿頑張ってください。お願いし、応援してますっていうメッセージいただきました。40代女子の方からね、魔法の言葉を書いてくださいって、すごい乙女な方ですね。いいでしょう。私が魔法の言葉書いていこうじゃありませんか。じゃあ、書いていきます。魔法の言葉書き終わりました。ピーリカピリララ、ポポリナペーペルト、食欲よ、消えてなくなれ。僕の好みのタイプは、まあ、年下で、華奢で、まあ、髪が長くて甘えてくれる子っていうのは結構言ってるんだけど、髪型はね、まあ別に単発でもいいんだけど、僕のね、まあ好きなタイプっていうのが、実はもう一個あって、まあ、ちょっとこれ、すごい変わってるんだけど、日本とフィリピンのハーフなんだよね。今まで俺が好きになってきた、一目惚れしてきた子っていうのはね、大体日本とフィリピンのハーフなんだよね。なぜか。パッチリお目目と、すっきりした唇っていうのが好きなんだよね。はい。にょーにょいやですね、地上20メートルぐらいの欅の木のてっぺんにいます。普段はこういう高所の上でハーネスを使って作業して、ハガセブンをですね、どうやって論理的に詰めようかっていうのはですね、普段考えてます。眠気が俺様を蝕んでいく。くそ、俺にはまだやらねばいけないことがたくさんあるのに、くすぼう。とりあえずご飯食べます。おととい昨日の残飯にお茶漬けの素かけました。胸肉ワンブロックとめかぶです。美味しそう。買い出し行ってきます。お家で飼ってる猫のモコでーす。モコモコモコ、めっちゃ可愛いな。こんばんは、ゴミ袋です。モコ可愛いなと思ってたら、気づいたら2時間ぐらい寝ちゃってました。もう眠いんで、寝ます。明日も早いんで、おやすみ。めっちゃ眠い。はい、ということで買い出しからですね、急遽っていうか戻ってきました。まあ、っていうのも、10時半から、あのね、ゴミ袋の先輩と、ちょっとまた、テレビ電話したくって、予定入れてたんですけど、まあ、そのことを急遽思い出して、急いで帰ってきました。多分今日はね、怒られないと思う。しっかり間に合ってるからね。グッドイブニング、ハガ君。どうも、お疲れ様です。お疲れ様。今日は、どうしたの？今日は大丈夫ですよ。ちゃんと間に合ってますから。そりゃそうだろう、おめえ。間に合うだろう。間に合ってますからじゃねえよ。お前何急にマウント取りに来てんだよ。いや、ちょっと気分が良くなっちゃって。いつもいなく、ちゃんと。気分が良くなっちゃってじゃないのよ。もうずーっと2ヶ月ぐらい気分悪いから。はい。毎回この人生。ああ、大事なとこで音が切れた。いや、
顎外すぞ。いや、僕悪いから、これパソコンがあるんです。はい。すいません。言いませんじゃないのよ。気分良くなっちゃってっていうか、もう2ヶ月ぐらいこっちもずっと気分悪いから。確かに。たまに間に合ったぐらいで急にマウンド取りくんのやめてもう。わかりました。すいません。言いませんじゃないのよ。はい。はいじゃねえよ。じゃあ何て言ったんですか。何も返せないですよ、そしたら。おいで。今日ですね、またその相談なんですけど、うん、なんか一つのことにですね、集中できないんですよね。一つのことに集中できないんだ。なんだろうな。例えば、本当好きなことあったりですよ。だけど、うん、なんか、僕ブログとか書いてるんですけど、何かあったら携帯に目が行っちゃったりとか。うん、受験生と一緒じゃん、もう。受験生ですか？やりたくないことやってるからじゃないの、それ。なるほど。受験生は勉強がやりたくないから、うん、なんかあると、携帯自体、うん、親に言われたりとかさ。なるほど。強制、誰かに強制されたりとかしてると、たまに息抜きしたくなるしな。します、ありますね。筋トレとかしてるときだって、急にスマホ見たりしないでしょ。しないですね。ずっと集中してますね。ね、はい。ブログもじゃあ、本当に好きでやってんのかとかさ、自分にちょっと質問してみたら、誰かに強制させられてんじゃないのかなとかさ。なるほど。まあ、本当に楽しいことを率先して自分からやってんのかどうかとかさ、振り返ってみて。今、いますか？うん、今振り返ってみて。確かに、なんか、うん、書かなきゃ書かなきゃという気持ちが先行してることもあったかもしれないですね。うんうん、今日もういいや。もうなんか、あとで時間取ってちょっと自分で考えてみて。振り返ってって言ったの、ゴミ袋先輩じゃないですか。いやいや、それそうなんだけどさ、はい、振り返りって、人って一人の時の方が成長するから。そうですね、はい。誰かになんかしてもらってとかってやってると、またその人のこと耐えちゃったりするから、自分でちょっと一人で時間作って考えてみてよ。わかりました。できそう。できます。ありがとう。こうやって、両辺も時間間に合ってきてくれてるしさ、はい、自らね、ちゃんと自分で振り返って、頑張って一歩ずつちょっと成長していこうとかっていう気持ちもすごい見れて、俺嬉しいからさ、このまま一緒に頑張っていこうぜ。じゃあ最初から演技なんかすんじゃねえよ、クズ。殺すぞ。はい、すいません。言いませんじゃないのよ。あれ、終わんない。はい。終わるかと思ったもん。終わんないじゃないのよ、これもう。腹立ってんの。腹立ってんすか？腹立ってる。嘘じゃないですか。笑ってる。お疲れ。お疲れした。よし。もう一日お疲れ。お疲れした。せっかく今日は間に合ったっていうのに、ゴミ袋の先輩、めんどくさいな。毎回あの下りやんなきゃいけないのかよ。だるいわ、マジ。ということで、ちょっとご飯遅れちゃいました。ちょっとツイッターランドね、更新してたら遅れちゃいました。ご飯なんですけど、久々に白米食べます。あ、さっき食べたか？白米。まあいいや。ご飯と、あとこれ豚キムチですね。豚キムチかな？多分。で、あと、朝食で食べた味噌汁の残りです。で、あとこれ、胸肉ワンブロック食べます。これでね。で、これです。はい。おー。おーいえ。ガラスの少年時代のアヘンが胸へと突き刺さる歩道の空き缶蹴飛ばしバスの窓の君に背を向けるアイストワイム。記事が書き終わりました。3700文字。6時半です、ちょうど。サラリーマン時代にお世話になった N さんに届けたいという記事なんですけど、この記事は、本当筋トレ関係とか、全く関係なしに僕がプライベートで書いた記事。マジで伝えたい人がいる。伝えたい人？会いたい人がいるんですよ。とね、それをね、まあ、全く筋トレとは関係ないんだけど、このね、記事に関しての動画も、まあ、YouTube に出したいと思っています。まあ、大変お世話になった、まあ、N さんっていう方がいるんだけど、まあ、その人と今連絡取れない状態なんだよね。大変お世話になったんだけど、うん。僕は会いたいんですよ。で、今頑張ってますよっていうのをすごく伝えたいんですよ。まあ、そういうのを YouTube の動画にしようと思ってるんで、まあ、ぜひ見てください。よろしく。はい、ということでお疲れ様でした。今日からゴミ袋の先輩とね、ちょっとシンクロして、シンクロさせながらルーティンの方が撮っていこうかなと思ってます。そしたらなんか面白いんじゃないかなと思ってね。で、どんな風に仕上がるかわからんけど、まあ面白いものになるんじゃないかなと思います。さっき書いた記事、ブログなんですけど、まあいい記事書けたなと思いながら、なんで早く動画撮りたいですね。
だけど今日は起きたら、まあ、まず飯食ってあれ行きたい。梱包済んでるんで郵便局行きたいです。 T シャツを送りに行きます。でそれからちょっと家にね、パスタのルートがなんもないですよ。パスタはあるけど、だからね、ちょっとそのパスタを買いに問屋ドラッグストア近くの行ってもルー売ってないんだよ。買い占められちゃって。だからちょっと問屋に行ってちょっと買ってくるかも。まあ、もしあればね買ってきます。はい、そんな感じかな。じゃあ4時間ぐらいで起きれば起きます。じゃあおやすみ。